いやね、うん、ごちそうさん。そうさん、いっぱい食べましたね。うん、てかさ、終電ないっすよ。いや、そうなんですよ、うん、逃したんですよ夜1時なんで、今何分？今ね、今ジャスト1時ですね。ちょうど1時やね。どうします？歩こう。行けるとこまで行ってみますか。だってハローってちょっと半分ナイトウォーカーみたいな感じ。ああ、ありますありますあります、うん、とりあえず行けるとこ行ってみましょう。行けるとこまで行く。どこまで行けるかわからない。ちょっと歩いてみましょう。一応目的は池袋ぐらいまで行こう。そうですね。うん、オッケー。1時間半ぐらい歩きますからね本当にね。じゃあ行ってみましょう。オッケー。行くとこまでいやでもちょっと俺マジでちょっと食いすぎて腹いっぱいだから。そうですね。ちょっとゆっくりちゃんと運動しなきゃね。うん、だから本当ゆっくり歩こう。行きましょう行きましょう。ここにも行くからね。これ大変か。これシャンシャン、シャンシャン、シャンシャン1、シャンシャン2、これリンリン、リンリン。そうですね。これはリンリン、ヤンヤンもしくはジョイトイこれスマホとか見ないで、うん、こう看板だけで青缶だけで攻める。青缶だけで。いやちょっと、まあ行ってみようか。方向だけで行ってみようって。どっち行くの？ね、これ春男的にね、うん、こっちね。そういうやつでこれマジで池袋まで行くの？行ける行ける行ける。大丈夫なの？これ行ける行ける行ける。とりあえず大きい道路出れば、うん、どっち方面って看板出るから、うん、それを頼りに行く、うん、まあ、でもたまには歩かんとね。いやそうなんですよ、うん、やっぱね、人間の筋肉の 70% やっぱ下半身にあるんですよ。だから贅肉もね。そうそうそう。だからそのあのシックスパッドとかあるじゃん。そうそう、うん、だからあのシックスパッドとかも、うん、みんなあのお腹のところのやつ、うん、やっぱみんな買うんだって、うん、違うんすよ。本当に体重落としたいときって太もものとことケツのとこ買うんだよ。やっぱここなんですよね。いやそうなんです。大臀筋とかちゃんとやんなきゃ。あ、そうそうそう、そういうとこなんですよね。なんでやっぱ歩かんと。うん、歩こう。そういうことです、そういうことです。行きましょう。 OK。 あの、あそこ何今これだよ。何を見てる？湯島中坂下。何これ？いや湯島、いや中坂下。しんどいな。こっち行こう。これ坂しんどいやろ。こっちやわ。行こう。これたぶりつくんすか本当に先生。いやいやいや、行けるっしょ。大丈夫ですか？やっぱ寄生本能ってあるんだよ人間には。いや俺あんまないんだよね俺なんか中学校か高校のなんか修学旅行の時に、はい、なんか大阪駅で迷って、はい、新大阪まで歩いたからね。これネタじゃなくてマジで。え、距離どんぐらいあるんですか？わからん。結構歩いて大阪駅からどう行けばいいか分かんなくて結局新大阪まで歩いたっつっていや本当に意味分かんないと思って。大阪新大阪ってこれ新幹線行く距離っすよね。いやだから普通に結構歩いたんよ。なんどんぐらい歩いたんですか？分かんない。なんであれ押したかよく分からんかも。ういい思い出ですもん、うん、本当にあんまりいい思い出じゃないよねその間みんな遊んでっからね。ちょ、あ、来た現在地はここで、うん、後ろが上野にあるから千代田区でしょ、こっちが。どっち側？こっちでいいんでしょ、とりあえず。こうでしょ。とりあえずそういけばいいんですよね。ここまっすぐ行けば、まあまあいいとこ行くし。あ、お茶の水。お茶の水ってことは、うん、あれですよね、飯田橋方面ですよね。あとほらほら、ボコボコ、ハローの。あ、そう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 、これ知ってますみんな。IQ 広報の、うん、カラー、あの黄色と青って、うん、東大の色っすかもね。そうだよね、ハローの母校から。いやマジでそうなんですよ。そう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 、これ撮ってるんで。マジで東大の人に謝ってもらっていいですか？すいませんでした。これ蔵前橋通り。そうですね。これなんすか？蔵前橋通りですけど、方向は間違ってないっす。方向間違ってないっすとりあえずそのそっち方面行ってるんで大丈夫。これ着々と近づいてるんで、これ大丈夫っすよ。これ本当にマジですさっきのちゃんと確認した通り、うん、お茶の水方面にこれ向かってるんで。お茶の水方面って本当に合ってたっけ？お茶の水方面、お茶の水行ったら飯田橋とかそっち方面行けばもうちゃちゃっと行けるんで、行けるんで。本当に？多分あそこ絶対電車だよね。ここ行ってます。そうあー、ありますね、ありますね。あ、なんか頑張る頑張る頑張る。これ何？ちょ、これね、日本橋が出る有楽町、日本橋、水道橋。ちょっとこれやばいかもしれないですね。どういう全然やばい。違う。え、そういうこと？まっすぐ行ったら有楽方面ってことですよね。え、でもとりあえず少なくとも日本橋か水道橋の方行かなきゃいけない。あー、じゃあ行けます行けます。え、だって水道橋の方行けない。一回水道橋方面行きましょう。これやってるじゃん早速やってるじゃん。これだから、その東の警報のあれでしょ、なんだっけ、キリン、何のキリンだっけ。そう、なんちゃらのキリン、東の警報、何のキリンだっけ。そうそう、多分あれここだと。おそらくこれ、マジこれ行ってます。いや、せっかくだからちょっとこれちょっと見よう。いないよちょっと待って、いないよ。え、違う、この辺だったんだって。俺前来た時どうだったの？え、ちゃうのかな。ないよこれ。キリン、なんとかのキリンですよ。なんとかのキリン、なんとかのキリンよ。そ
なんちゃらの宮殿知ってるよ。なんだっけなんだっけなんだっけ。なんとの宮殿ね。うん。王子町。大手町はそっち方面だやっぱ。ホテル？いやでもね、うん、水道橋って言ったらどこだ。上の方だから。え、位置的にはでもこっちでいいよね。そう、こっちだって。え、さっきのとこちゃんと俺ら右曲がったよね。いやね、右曲がるのもうちょい先やと思うんですよ。ほんと？大きい道路だから。じゃあこっち行けばいいのか。あ、ごめん。うん？まっすぐ。ほんと、行きすぎてる。こっちまっすぐ行けば、水道橋行ける、うん。ねえ、日本橋どっち？日本橋どこ？日本橋どっち？麒麟の翼！あ、だっけか。麒麟の翼、麒麟の翼。日本橋どこ？いや、麒麟の翼よ。え、それ経由してきます？いや、それあったらいいなと思ったけど、遠いんだったらもうここから帰るよ。多分ね、見えないね。うん、うん、とりあえず水道橋あっちだった。うん、水道橋分かんない。え、外神田2丁目。外神田、ほんまに外神田2だ。よく分かんないけど、これっすね。これ見てください。これ見てください。初心者関係ビリヤードって書いてます。もやっとした感じがいいよね。いや、これだよね。何？一般で560円出てるってことですか？ビリヤードがね。ビリヤードが安いないですか？はい、これオープンして、あ、ちょっとオープンしてんすかね、これ普通に。これこれ閉じてるね。今は閉じてます。今閉じてる。昼大丈夫なのかな。ほんと学生らしいんですかね。え、ちょっと、いや、何やる。え、ちょっと、あ、ごめんなさい、23時まで、23時までって書いてあるけど、ここは営業してます。営業はしてますよ。これね、望遠できるんで。これちょっと、何駅って書いてます。これ分かんない、ちょっと待って。お茶の水。お茶の水よ。やっぱ合ってた、合ってた、合ってた、合ってた。ほらほら、これ見て見て、めっちゃ応援してくれてるもん。あ、頑張る言うてんの、これ頑張るっすよ、右っつって。右っつって言ってる。ほらほら、めっちゃ応援してる、めっちゃ応援してる。おーおー、めっちゃ応援してくれてる、頑張れ。もうこれ、駅伝の気持ちね、本当にこっちは。本当にお茶の水。いや、来た来た、お茶の水。そんなにやっぱ大したこと距離じゃないね。行ける行ける行ける。ただ思うのがやっぱ夜だからさ、うん、そこたら中工事しとるよ。結構うるさいね、これ。ずーっとどこ歩いてもひたすら工事しとるよ。あれ、道路整備ね。これ地下鉄？これメトロですね。地下鉄。これやっぱ池袋方面書いてるからね。池袋方面書いてあるけど、どっちだよ。道はでもこれで合っとるやろ。要はこの線路を見てきゃいいんで。そうっしょ。待ってる、待ってる、待ってる。全然いけるわ。もう着実に近づいてる。全然いける。いける、いける。まだ全然体力あるし。全然全然いける。いけるね。え、ちょっと待って。ちょっと待って。はい、はい。あ、来た来た。乗れるんじゃない。あ。しまっとんのやっぱ。あ、もうやっぱ見てください、これ。1、2、3、4、5つ目だからね、池袋。流れ的に言うと、このまま行くと、これまっすぐ行くの、これ。これ何線？線路沿いにバーって行ってもいい。丸の内線。え、これだって普通に、でも線、これこの線路沿いで行ったらちょっと楽しいよ。そうそう、後楽園通っていくよ。最高じゃん。やばいじゃん、普通に。これ、え、懐かしのあそこに行けるわけですか。後楽園ですよ、夜の後楽園といえば。もうあれですよ、あれですよ、普通に。行くっしょ。ちょうど今ジャニーから連絡来て、うん、見てください、電車大丈夫だったって。大丈夫、どうする？電車大丈夫だった歩いて帰っとる。どうする？大丈夫なんかねえよ、バカ野郎っつって。バカ野郎、バカ野郎、本当にバカ野郎、この野郎っつって。この野郎、バカ野郎って。一人さっさと帰るよ。お疲れっす。お疲れですじゃねえよ。疲れんの、こっからだったら。ほんと一問も置いてかないでな。本当にどうなってんすか、あれ。あいつもチームはチームで、普通になんか適当にホテル探します。いやいや、それ言うんすか。行かれてんなって。普通にホテル探します。何するか知らんけど、誰太ってるんすよ、ほんとに。誰、ほんとに誰に行くしかなかったもん。だらしないわ、ほんとに。バカやろ、こんなやろ。この辺バカやろっつって。ほら、虫の音よ。うん、よくない。え、もう秋っすね。あ、そっか、だってね、これスズムシ。スズムシっすもん。ほんとこの時間って、その夏本番やったら全然ね、セミの鳴き声するじゃないですか。はいはい。それが本当に同じ虫でも、こうスズムシに変わるだけで、なんでこんな心地いいんですかね。わかる。え、でも多分単純にやっぱり気温もやっぱ違うと思うよ。やっぱ夏はさ、夜というのは暑い。いや、マジで暑い。湿度やばいっすかね、本当に。
俺日本海側だから東京むしろ逆に過ごしやすいんだよね。あーねー、東京みんなジュリジュリするっつうじゃん。全然違うんですよ俺、逆なんですよ、東京楽なんです。でも逆に、うん、俺もっと言うと、うん、この太平洋側なんで、湿度が全部この奥山脈でこう全部持ってかれるんですよ、はい、だからサラッサラ、そう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 、だからそっちからすると東京ってジメジメしてる。ほんとしんどい。逆に俺ってもうなんか東京楽なんですよ。夏場結露できるとか意味わかる。え、なんでできるんですか。湿気で。夏場だよ結露できるか。わかんないわかんない。いやすごいっしょ。わかんない。あ、起きてきてきてきた、ポイント。なんて書いてあるんですか。飯田橋書いてある。あ、書いてます。うん。あ、でも着実に。まっすぐ行くと飯田橋。はい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 。右行くと巣鴨。はい。だからおばあちゃんの原宿行くんだったら右。はい。目的地向かうんだったら前。どっち行く？いや前行きますよ。あ、ですよね。モニュメント。これわかんない。これ多分あれだよね。その作った当初とかは多分この辺絶対下水流してるから。あ、絶対そうですよ、ね。そう、最初水流してんだけど、後々多分掃除が大変だから結局最終的に水を流さなくなったっていう、なんかこれ現代美術ですか。これはもうこの近代的アートですね。近代的アートです。ああ絶対そうじゃん。じゃあ桟橋じゃないですか。いや絶対そうでしょ。絶対そうでしょ。これありますもん。全然今映ってないけど。見えないですか。全然映ってないけど、ほらこれ絶対この辺ってさ、なんか、なんぼやけるはもう映ない。そうさ、ほらこの辺ってさ、絶対この辺絶対最初水流してるもんね。あ、百そうですね。でそのうち多分掃除めんどくさくなってやめたっつって。あるある。これあるあるですね。てか地方なんか相当あるよね、こんなんだ。こんなんだらけじゃん普通に。とりあえず勢い余って普通に垂れてみたものの、はい、結局維持費も結構大変で、そこに予算が回せなくて、結局建物がそのまま放置になるみたいな地方あるよね。地方あるですね。でしょ。やっぱね、村の金がなくなってくるんですよね。村やめとけ。村や。もうしっかり入っても回収するとか。これも絶対ここからほら最後水落とすの。そう。そういうことよ。でもどういうこと。これも無駄ですわ。まあでも勢い余ってやっぱ作っちゃうんすよ。お、来た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 。でっかいとこ。あ、ハクソンじゃん。ハクソン。ハクソン通り、ハクソン通り。これ有名なの。いや、ハクソン通りにあるハクソンラーメンって今どこにあるのかな。ハクソンラーメンっていうラーメンがめちゃくちゃうまくて。へー。っていうことはここあれじゃん。東京ドーム近いパターン。え、もうそこまで来ました。だってハクソン通りでしょ。お、来たここで。でも駅ありますよね、あれ。何行くか分かんない。見えますね。いや、ちょっと待って。水道橋っす。あ、来た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 。あ、水道橋、ほらほら。あ、もう水道橋。水道橋よ。あ、来たじゃん。これ行ける。次井田橋っしょ、うん、いや、そんなに遠くないぞ。行けるな。なるほど、これちょっと見てもらっていいですか。これ、ちょっと見えますよ。全く見えないです。いや、これ観覧車じゃない？え、あります？あれ観覧車じゃん。あの赤い点灯してるやつ。そうそうそう。あれ観覧車じゃない？ほらほら。これ観覧車じゃない？これ来た。え、これ後楽園。あ、行ってみますか。ちょっと行ってみる。ちょっと。オッケー、ちょっと行ってみる。ほら、東京ドームシティ。やっぱ合ってましたね。うん、合ってる合ってる。あの観覧車楽はなかったね。ほら。夜の観覧車。もう見えました。違うんですよ、違うんですよ。こうまっすぐ行って、うん、このラクーアの方に確か行ける、抜ける通路があるんですよ。あ、じゃあそこ通ってる。はい、行きましょう。これ、行けるはず。え、こっちこっちこっち、この階段行きますよ。え、マジ中入っていいの。行きます行きます。だって通路っすよ、通路。あ、そうなの。だいぶファンシーですけど、ほら。そうなんですよ。ファンシー意外と、うん、確かに綺麗。綺麗しちゃうぞ、行こう。夜の、うん、この水行ける。いける。いける。これサムネっすね。あ、来ましたね。これサムネっすね。綺麗よ。結構綺麗なんですよね。こういうの通り道あるでしょ。なんかその若い子たちが本当にキャッキャ言いながら通るでしょ。めちゃめちゃいいじゃないですか。本当に消さらんな。不純。不純。本当に本当消しからん。そういうとこやぞ。ほんと不純極まりない。これ見て見て見て、カノさん。いや、そう、俺もね、今ちょうど言おうと思った。ちょっと、ちょっと、タイミングある、タイミングある。ちょっと、時刻。ここ、そう、時刻あるんですよ。時刻。はいはい。ただいま2時5分ですね。ちょうど牛水時ですね。牛水時。牛水時です、これ。牛水時ですね。はい、これ。まあ、よう知っとんの。湯でいっぱい出る時間なんで。ナムナム。ほんとに。あ、オッケーオッケー、これオッケーです。ナムナム。
でもあれらしいですよ、なんか僕も一回お坊さんに謝ってもらってこれ本当かどうかわかんない、諸説あるみたいで、はい、この幽霊ってなんていうんですか、電波に弱いみたいな。マジであるんですって、本当に。はいはい。で、うん、その簡易的なこの幽霊よけじゃないですけど、うん、そういう時やっぱこの携帯触るのがめちゃくちゃいいらしいんですよ。携帯サロン、携帯を触る 5G かどうか分からんんですけど、はい、この携帯触るとまあ、うん、今のじゃ SNS 何でもいいんですよ、うん、やっぱ通信しますよね、うん、電波って通ってくるんですって、はい、それが簡単なこの幽霊よけになるみたいなんですよ。へー、これ本当小説なんで分かんないんですけど、うんうん、だから本当になんかこう肝試し行くけど本当は行きたくないみたいな時ってあるじゃないですか、はいはいはい、マジで見たくない会いたくないって時は、はい、携帯ちょっといじるだけで、うん、だいぶいいらしいっすよ。これって笑いの方で撮ればいいですか、マジな、これマジ、これマジな、マジなやつ。あ、本当に、はい、どうするんですか、収まりどうする。まあ時刻は25分です。そうですね東京ドームですよ。来ましたね、うん、この地下6階に。そうだよね、格闘場があるんですよ。多分東京ドームっすよとかさ、うん、あのなんだっけ、観覧車っすよっつって、はい、もう真っ黒の画面しかないところでやったの多分あんまおらんと思ってでも夜の東京歩くってマジで機会ないから面白いよ。うん、確かにそうっすよね。でもこう水道橋じゃん、うん、水道橋から上野って結構距離あったイメージだったけど意外と多分行けるな、これ。うん、1時間でここまで来れましたからね。まだ1時間しか経ってない、ね、1時間経ってないんですよ。ちょっとこれ行こう。じゃあもう池袋も行っちゃいましょう。うん、これダメ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 、はい、ダメなんよこれ。何がですか。え、これだってあれじゃん、下道路じゃん、はい、ダメなんです俺こういうの。ほんと足ダメ。見てください、めっちゃ綺麗。わ、怖い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 、怖いけど綺麗ちょっと降りよ、早く降りよ。捕まる、捕まる、捕まる、怖い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 。めっちゃ綺麗やん。怖っ、全然ダメなんさ、ダメなんさ、これ言うてましたからね、とか。いや、マジでダメなんだ。ちょうどこれで後楽園着いたから。あ、後楽園駅、後楽園駅っす。え、地下鉄乗って帰る。いや、まだやってないっす動いてないっす。いや、見てくださいよ、久々見たわ公衆電話、久々見ました。でも夜の公衆電話っていうだけでちょっと若干ホラー感ない。確かに。でもめちゃくちゃ綺麗ですね。え、でも今でもあるんだね、今の公衆電話って。こういう作りになってんだ。でこれタウンページ置いてないんですね、うん、え、だってさ、だって個人情報とかって言うじゃん今。うん、昔むしろ個人情報自ら晒していくスタイルだったからでしょ。え、待って、これボタンの形全然違うじゃないですか。どういうこと。銀色のポチポチタイプじゃなくないですかこれ。銀色のポチポチタイプじゃないのこれ。あ、すげえ近代的になってる、エレベーター式になってる。いやでもすごいね、こうなんか緑色ってなんか意味あんのかね。あ、なん意味あるんですかね。っていうか俺最近久々この間、うん、公衆電話使う機会あったんですよ。ほう、なんで。いやちょっと携帯電池切れてしまって。え、携帯の電池切れてしまって、はいはい、急遽連絡しなきゃいけない相手がいたんで、うん、公衆電話からやったんですけど、うん、あの時って、うん、テレフォンカードあったじゃないですか。あったあった、テレフォンカードね。テレフォンカード挿して、てかテレフォンカードをコレクションにしてた。ああ、はい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 。なんかご当地とか行ってお土産とかでもテレフォンカードってあったでしょ。はいはい。あれテレフォンカード挿して普通にピ、あの受話器でピピピってやるじゃないですか。うん。で俺これテレフォンカードもうないじゃないですか。うん。なんでこれ受話器上げて、うん、ピピピピ押しても全然繋がんないんですよ。え、先にも10円入れるんですか。そう、それすっかり忘れてたんですよ俺。そういうこと。もう全然繋がんねえ、これ壊れてんなってずっと思ってましたもん。で失敗談でした。あ、一応今回そういうお話で、これベンチじゃないんですよね。この何ぞかも家からいらんの方向ちょうどいいのが起きましたみたいな風にされてるクッションがボロボロよ。いやいいねこういうのね。え、そこに反応すんの。座る人もいるのねやっぱね。あ、ちょちょちょ、春日2丁目よ。うん、池袋駅東口行き。あ、これ、これ大塚行って、池袋やっぱこれ向かってるから、うん、やっぱもう本当に着実に近づいてるんですよ。大塚、次に大塚。大塚じゃないですか。え、めっちゃ近いやん。だからもう全然行けるんですよ。やばいじゃん。行けた、来た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 。やっぱこのハローノーズがね、うん、池袋。鼻の話なんすね。そう、ハローノーズが池袋のこれは分かるんですよ、本当に。これ明るくなってきてるのってこれどういうこと。向こう明るいよね。やっぱこっち側の方がやっぱ建物いっぱいあります、栄えてますからね。ほら見て見て、ほらもうあの辺行ったらもうサイバー寮いそうじゃん。ああね、うん、あんま僕分かんないですけど。あ、世代じゃない。知ってやんとあんま見てないですね。やめてくれる本当に。なんか俺のおっさんでじゃん。もっこりしか分かんないですね。それ割とね8割シティハンターで8割そこそんぐらいのレベル。そんぐらいのレベル。もっこり
あとジャケット肩幅めっちゃ張って、肩パッと張ってるから。あ、そうそう、あの時代そうっすよ、うん、そんなレベルですね。なんであんなダボダボなんですかね。何ジャケットってあの時代、あの頃の、はい、いやでも 今の例えばその若い子がやってるファッションとかも、まあ、数年後はうわっつって多分言うと思うよ、まあ、だ多分例えばハローがもうなんか普通におっさんとかになった時に、はい、その頃の懐かしいのニュースですとか言って、その頃の女の子みんなタピオカ食ってんの、はいはい、タピオカとかっつって、なるほどね、あ昔の人タピオカ食ってたんだねみたいな感じで多分すげえ言われて、はい、おばちゃんどもが普通にタピオカ食べた方がいいねみたいな、はいはいはい、普通に言ってる。今の俺の感覚ではナタデココ理論ですかね。まあ、めっちゃ夏になってたこととか、俺の世代でいうとティラミスだね。あーはい、なるほどね。そうそう、多分そういうことだろうね。うん、ハロー世代はあのナタデココだと。ナタデココね。ナタデココ、はい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 。でもあんまり変わんねえじゃん世代的にこれあんまり変わんねえ感じだけど、ナタデココとは同じぐらいだろ。ナタデココマジで懐かしかった。ちょっと新しくなるとアロエじゃん。あー、はいはいはい、あの朝食リンゴヨーグルトとかアロエヨーグルトとかめちゃくちゃ食いました。やったら何でもアロエって入って入って、あれが味がアロエかと思ったら、あれアロエの味じゃなくて大体何かって言ったらマスカットなんですよあ、そうなんすか。いやアロエってあんな味じゃねえからねアロエ実際俺って断面しか見たことないですけど、どんな味するんですか。アロエってあんまり味ないんじゃないの。あれマスカットの味でしょ大体。へえー、あ、そうなんですか。だから大体マスカットの味するから、あれがアロエの味っぽく、うん、そもそも印象が強い。そう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 、なんだっけ、何駅、これ茗荷谷ですよ。あ、茗荷谷でしょ。茗荷谷です。これもう間違いないよね。いやもう完璧近づいてます。ただずーっと同じ道まっすぐ来ただけだから。いや、そうなんですよね。同じ道まっすぐ来ただけで何が面白かったっつって、なんだっけ、はい、公衆電話今の公衆電話から多分別にここに何にもないから、ね、何もない。やっぱね、お店はいっぱいあるんですけど、はい、特になんかないよ。大きい道路ってやっぱ分かりやすいんですよ。分かりやすいね。どっか繋がってるし絶対。こういう看板とかいっぱいあるからいいんですけど、何もない。何もないね。何もない。ただ歩くだけやね。しょうもない話しかしないですからね。これ茗荷谷だよね。茗荷谷ですね。地下鉄？茗荷谷って。茗荷谷は丸の内線ですよね確か。丸の内線か。おそらく。うん、確か丸の内線。もうマジで近いっしょ。マジで近いっしょ。ところもこれ。おお、帰れ、ほらほら、帰れ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 。何線？ほらほらほら、おお、茗荷谷でしょ。茗荷谷でしょ。ガダニしか見えないですよ広いな今が。てか最初だって上のこの辺から来てて、おかちまちとこの辺、どの辺この辺じゃない。上のここ、そこ。おかちまちどこ。上の下なんで、ここら辺なんですよ。そっから今どこまで来たの。だいぶ来たっしょ。春日通って、うん、あ、春日ってそこか、はい、で、後楽園行ったよね。ここまで来てるんですよ、もう。あ、こっち、あそこ。あ、ちゃんと来てるね、適当に来たのには。来てるんですよ。え、ちょっと待って、でもこの感じで言うと、この感じで言うと茗荷谷来たじゃん、はい、まだ半分じゃね。おお、ハロさん、これまだ半分っす。行くぞ。いや、今時刻は、時刻は3時前ですね。感じ、これどうします。このまま新大久保の方から行きますか。ん、このまますぐ行っちゃいます。狙って行けるまあ確かここら辺行ったところだな。いや、まあまあ大塚か東池袋か、その辺でしょ、うん、大塚か東池袋あたりに行けば、とりあえずそのまますぐ行けば池袋に着くと。そうですね。オッケーオッケー、行きましょう。行こう行こう行こう。池袋でもこれ池袋も行けるけど、川越も行ける。これまっすぐ行ったら川越まで行きますね。川越まで行ける。どうする。一回池袋まで行って、一回池袋まで行こうか。池袋から考えましょう。そうね、懐かしの小江戸。小江戸ね、行ったわ、ほんと。でもなんかほんと、あそこの醤油でほんとになんか作りたいよね。炊き込みのご飯とかまだなんだかんだで作ってない。やってないですよね。ただ俺あそこで買った生姜。あー、そうね、醤油つけたら。ちょっともう一回あそこ行ってくる。いや、ありっちゃありっすね。あそこ行ってなんか醤油とか炊き込みご飯の素とかもう一回ちゃんと買って、はい、それでなんか一つこう作って。あ、そろそろ秋だし、ちょうどいいっすね。ちょうどいい。出た。いや、疲れちゃったもんこれ。素でいっちゃったこれ、うん、春日にもいかんとな、これ。そうね、なんか秋そういうのやってもいいかもね。ありだな。来ました、ようやく大塚まで来たわ。大塚3丁目、大塚まで来ました。
大塚まで来たら隣の駅はもう池袋ですかね。もう池袋、いやもうほんと秒ですわ。ほんとに何袋だか知らんけど行くぞ大塚でもなんか地図で見たら大塚からの距離ちょいあって、え、ちょっとありましたね。あれそんなになかった、もしかして。え、トヨト、あれ大塚からだと別にそんなになかったっけ。いや、大塚から結構あったと思いますよ、俺。どうだっけ、覚えてねえ。でも山手線乗ると大塚池袋ってほんと3分くらいですからね。だよね、3分もしないですか。大したことないよね。うんうん、いけんな。いける、いける、いきましょう、いきましょう。意外と公衆電話あるね。いや、本当になんか気にしてなかったけど、意外とちょいちょい公衆電話って今でもあるね。まだ日中とかだと、マジで分かんないんですよ。多分他のお店とかを多分見ちゃうんじゃない。まだ夜だからさ、公衆電話光るじゃないですか。確かに、で目につきますよね。お店とかもうやってないしね。お、来た来た来た、ほらほら、そろそろ大塚よ。本当だ。これじゃあそこ左行けばいいですね。そしたらもう川越よ。ん？え？何顔？いや、これ川越まで行ったらもう多分足なくなるよ。擦り切れますよ。本当に。大根おろしみたいな。足溶けちゃう。新大塚。ああ、マジ？ここ新大塚って書いてある。ここだって左側も池袋ってことですもんね。そうね。さっき爽快だったね。ああ、いけんなこれ。余裕でした。余裕だね、普通に。これどうします？大通り行ってこっち行くと大塚で、こっち行くと池袋じゃん。うん、でもう分かってるんですよ。うん、こっち行ったら池袋着くんで、うん、同じ方向なら1個ぐらい行きます。ちょっと飽きたもんね。ちょっと飽きたんで、こういうちょっともやっとした方行こう。行きます。うん、まあどう出るか分からんっすよ。うん、怖いな。ちょっと怖いじゃん、あんまりあの何て言うの、はい、あんま騒げんの。あ、確かに。ちょっとあの様子見てまた表通り出ます。そうそう、うちうち、やっぱ深夜あんま騒ぐわけにいかん。ちょっと行って、うん、そう、イカチャックして。本当に閑静な住宅街で、はい、あのただ静かに歩いただけだ。大通り戻りますか、これ。そうっすね、うん、その方がまあワンチャンいい。こっちっすよね、方向的に。全然こっちだってた、おそらく場所全然わかんなかった。ちょっとおそらく方向的にこっちだったんです。場所全然わかんなかった。美味しそうね。美味しそう、美味しそう。てか食品サンプル作りたくないですか。いや、俺前から作りたいんだよね、これ。ひらめたな。でも食品サンプルってなんか、その俺、前からちょっと作りたいなと思ってて、うん、今度作る。いや、これやりましょうよ。うん、どれが一番美味しそうに作れる。そういうシンプルなやついこう。いや、シンプルにいきましょう。いや、いいな、食品サンプル。今頃もうやってみたいですね。俺前々からちょっと食品サンプル気になってた。てか食品サンプルでよくあるスパゲッティとかのこの麺が立ってこうフォークとか刺してるやつあるじゃないですか。はいはい、あれってどうやって作るんですか。重力ガムシじゃないですか。そうっすよ。あれ針金入れてるんですか。ん、違う違う、ハンドパー。ん、深夜だからってこれできそうじゃん。そうね、よくね、俺なんか自分で多分後でこれ編集しながら思うんだけど、すっげー面白くねって多分思うんだけど、うん、びっくりしました、ね、びっくりしたでしょ。うん、ジャニーみたいだったね、今ね。いやー、今ひどいですね。マジ、ほんと面白くなかったもんね。うん。これさ、はい、銭湯じゃん。これ銭湯ですよね。コインランドリーもありますもんね。しかもなんかこう、うん、なんていうの、もう見るからに銭湯っていう銭湯。ザ銭湯ですよね。ちょっと行ってみたいよ、ね、これちょっと見てみよう。お湯で洗濯するかってですね。お湯飲んだりだと、すげえお香の匂いした。なんかお香好き？お香結構好きです。俺も結構お香好き。あ、うん、これもう今風君の湯って感じ。君の湯はみたいな感じで。今風だよね。すげえ。いや、しかもちょっと古い。君の湯って君の湯。これ多分まっすぐ行きゃ、うん、絶対駅着くんですけど、多分あっち側だよね。こういうの見るとね、商店街側行きたくなる。行きたくなる、ね。こっち行こう。あと寄り道しちゃうよな、やっぱ。絶対ここの肉とか絶対うまいよね。見たか、昼とかもしも来たらここのなんかコロッケとか食いたい。ハムカツとか。いい、ね。あとこういうとこなんかあと焼くだけのハンバーグとか絶対うまいんですよ。ラップされてるやつ。絶対うまい。いや、言うてでも俺自分で作るからな。ああ、そっか。ハムカツとか食いたくないんですよ。ハムカツいいっすよね。なんでハムカツってあんな、
頼んじゃうんですかね。ハムカツ好き？大好きハムカツ。そうか、ハムカツ好きだって。ハムカツ好きなんですよ。なんでハムカツあんなうめえんだろうな。でもシンプルですよね、本当に。揚げてるだけなんで。なんかあの、なんか、なんだっけ、あの、その洋食が入ってきたの、まさにだよね、あれって。ああ、はい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 。あんまその時代じゃないんだよね。俺もね。来ました。意外にさまよいにさまよい。ついさ。豊島区。東池袋。東池袋来ました。マジで来た。お時間深夜3時20、23分頃。何 ?3 時 ?23 分頃。だからその、うん、何でしたっけ、明後谷君結構やっぱ歩きました、ね。やっぱなんだかんだ歩くよ。結構距離あるんだ。あの最初息を言うといろいろ出たけど、はい、結構後半何もないよね。いやそうなんですよ、ね、いや何もないっていうのはちょっとだから違うんだけど、何もないわけではないがってなるとやっぱこっちのね疲労感も出てくるんですよ。若干の実際本当に疲労だし、ね、うん、分かる。いや困るな。いや本当にそういうとこよ。とりあえずいやもうでも池袋近くなったらなんかもっとなんかあるんじゃない。安堵感が今度強くなりそうですか、ね、しかも意外とさ別になんかそんな疲れないよね。うん、疲れた全然。俺もあんま別に疲れてない。本当っすか。え、なんでなんで、その煽り何。いや来ましたよ。これ何線、何線かは分からんけど踏切だよね。これ水道橋以来の線路。確かにもうこっち行けば100池袋でしょ。そう、あっち絶対池袋だよね。あれはもう池袋エリアですね。あれ絶対池袋感出てるよね、うん、もうなん、お、お、ちょっと待った。え、え、ちょっとあんまり見えないけど絶対あっちだよね。あっちは池袋ですね。歩こう。ほら、ほら見て。ちょっとこれちょっといいよね、この、この、この景色。いや、わかる、これすごいです。こういうの俺もそうそう、すごいすごい、わかるわかるわかる。でもこれもうスタンドバイミーですよ、あれって本当に。バイミー半端ないね、これ。スタンドバイミー。いいなぁ。ついに。いや、ハローさん。はい。これ池袋。これ池袋感出てきたっしょ。これ池袋ですね。この感じっしょ、池袋。いや、来た来た。ついに来た。いや、全然歩ける距離とは言ったけど、多分、ちょいちょい楽しみながら来てるだけだって、はい、これ普通に無言できたら3時間以上歩いてるだけだからね。え、3時間経ってるよ。あ、経ってないんだけど。3時間経ってないですよ。2時間半ぐらい。2時間半。まあ無言で2時間半歩くだけだからね。これ多分、もう例えば今これ結構その何ですかね、ナビとか見ないで、うん、看板だけ普通に歩いてきましたけど。意外と来れるもんだね。うん、要は今の子あれよ、本当に。頼りすぎやね。そうそう、何でもかんでも地図に頼りすぎ。うん、なくしすぎなんですよ。全然地図なんかなくてもいけるから。情報っていっぱいあるんですよ、本当に。本当にもう下ばっか見ちゃダメなんです。もう上見て。そう、本当に。やっぱね、大阪から新大阪まで歩けるんですよ。出た出た出た。やっぱあれですよね、本当に。ちっちゃい頃ってやっぱ、うん、ずっと上見るじゃないですか。わ、ビール高いとか、虫いた、雲すごいとか。まあでもちっちゃい頃はあのあんまり前見てないんでね。そうそう、だから上ばっか見てるから、うん、よううんこ踏みましたもん、だって。そこに行く犬のうんことか、そんな話を今したかったの、うん、やっぱでもね、思うんですよね、最近やっぱこう携帯とか見るじゃないですか、歩きスマホじゃないですけど、はいはい、うん、下ばっか見るでしょ、うん、よううんこ踏まないっすもん、いつ分かってるの。え、どういうこと。話、はい、話の着地が分からん。いや、またこれ見切り発車しちゃったな。これ疲れてるんでしょ。いや疲れてる、ね、ちょっと疲れてるとこ申し訳ないな。いや、マジ、これもいや、マジ出た出た出た、もう池袋、これマジ池袋感出てきたっすよ。これ、首都高乗るとこっすよね。え、マジこれ首都高乗るこのロータリーのとこあります。いやいや、これマジ、ちょっと池袋感出てきてるよ。いや、マジ助かったわ、池袋。いや、予約ついたわ。助かった、助かった。なんだかんだで疲れたもんね。助かった、助かった。これね、首都高な。これ首都高。でも池袋着きましたもん。もう月袋、これも月袋ですね。出てきたんだ、これすごっ。ついさっきまですげえ田舎っぽかったのに。いや本当に全然余裕っすよこれ。いやー、もう出発のパンダが懐かしいですね。確かに。でしかもはなんかちょっと早すぎてさ、うん、あのね、始発動いてない、始発特に動いてないって。で池袋来たはいいけど、そっから別に始発が動いていないって。これどうすんの、これ。もう全然全然うん、サンシャインシティっすよ。いや、ついてるんですか。え、首都高ってサンシャインシティ？
首都高はサンシャインシティかどうか分からんすよ。首都高ですよね。俺首都高はピンとこんけど、サンシャインシティ…なんてそういうことなの。顔がムカつくんよ明るくなってきたよ。やっぱ顔がムカつくのやっぱ見えてなかったっすね。相変わらず見えてる暗かったからあんまり分かんなかった。やっぱにじみ出るいいやつさいいやつでしょこれ。そんなんかもう下り顔で来るからねそれよ本当に見てみて、公衆電話あるんですよ、はい、ただ公衆電話にもうフリー Wi-Fi って、はい、そういう時代。もう今そういう時代よ本当。どれ Wi-Fi ですかこれ。んどれ Wi-Fi ですか。そこなんか電子ジャンみたいなやつじゃないの。あこれね、知らんけど Wi-Fi かと思う。わからんあ、すごい。もうでも来たぞこれ。もう着きました池袋。もう駅だぜ。いや余裕でしたね。でもなんかこの閑散とした池袋ってなんか逆に新鮮だな。確かに初めてかもしれない。わあ。怖い怖い。おかしいのいっぱいいるね。もういいやもういいや。だからさ、これ東口のさ、はい、めっちゃ目の前のところでよく通る。今普通にわかるじゃん。はい、あったね、そもそも。全然気づかない。公衆電話。これもそう。あ。多分普段人とかいるからマジで気づかないけど、いやあるわ。ここはやもっと。いやもう分かりますよね皆さん。まあ分かる。この通り来れば。これは分かる、分かりやすい。これもう本当にこれもう。かれこれ何時間ですか？もうだって何時だこれ？2時間40分。まあ、マッチ見にくい時計だなこれで、もう2時間40分で来れるの。2時間40分で来れましたね。まあでもなんかまあとにかく鼻を通れって歩くの早いからね。まあ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 、うん、俺でもセーブしてるコースけどね春はね、うん、俺全然このぐらいいつも普通に楽に歩くとこのぐらい。急いで歩くともっと早いけど、うん、なんか普通になんか歩いて疲れない歩き方だと思うんですよ。で皆さん、はい、見てもらうと分かる通り、はい、ここがもうサンシャイン千代通りなんですよね。そうっすよ。サンシャインといえば千代通りといえば池袋です。はい、はい、どうも目の前。はいはい、目の前です。来ました池袋駅。ここっすよ池袋。いや着きました着きました。ちょっとね中洲まで行ってそうね、歩いては来たんだけど、はい、はい、歩いてきたけどさ、早すぎて結局まだ始発がないっていう。ゴールです。オッケー。いや着きましたね。待って、池袋っすよ。はい。ハローです。いや、お疲れさん。お疲れ様です。え、全然歩けたね。意外とね。しかもさすがにこんだけ歩くとちょっと酒抜けたのかな、これ。うん、軽くなりました、ね。うん、たださ、だから始発がまだねえんだわ。で、正味2時間40分ぐらい。2時間40分ぐらい、うん、ちょっともう一回こっち見て。え、すっごい顔ムカつくんだもん、だってだって上のほぼ上のだから、うん、山手線の半分ぐらい行ってるわけ。ちょうど半分ですね、うん、ただ歩くだけだったら3時間かからないぐらい全然行ける。行けましたね。うん、でもちょいちょいもやもやしてたけどな。あのもやもやしてる感じがまたいいよね。もうちょっと住みたかったですね。顔がムカつくよね顔の話しないですよ。ひどお前その面なんだよ。だからひどいよ。いやマジでいいの言ってた。それひどいニューアイテムマジでいいの言ってたこれ。いや腹立つわ本当にまあね、注目を浴びるよね。ひどいだ。まあ行けたんでね、本当にとりあえず。池袋っすよ。さすがの池袋もね、朝さ、え、これ何時だっけ？ちょうどこれ3時40分くらい。ああ、4時前か。だとこんなもんか。うん。時間もあるんで。じゃあまあ、少し休んで。帰りますか。始発出たら帰ろうか。ですね。はい。お疲れ様でした。